私は荒川区にございます。荒川子ども講談教室で楽しく講談を勉強させていただいております、川田千金と申します。地域の子どもたちに講談を教える小田正則さん。荒川コミュニティカレッジでまちづくりについて学んだ。一期生として修了した後、地域団体荒川ニューイング羽ばたきに参加、伝統芸能を広げる活動に取り組んできた。羽ばたきの方はですね、会員がそれぞれもうすでにね、いろんな活動を個人的にやってっている人を、まあ、集めてね、まあ、お互いに助け合うという、そういう意味合いで設立されたんですよ。で、僕の方としては、講談をね、荒川区に広めたいというのをテーマにしておりましたんでね、それに、まあ、なんかイベントがあった時に手伝いに来てもらっていたというのがあってね、で、他の人たちは、まあ、他の人たちでもって活動がきちんとなされていたもんで、逆にね、立派なことをなさっていたもんだから、僕の方はもうよちよち歩きみたいな形だったもんだから、周りの連中がね、応援してくれて、まあ、荒川区に関わっている講談の先生がね、宝井金王金梅のご夫婦がね、南千住にお住まいだったのと、あと今の金閣さん、宝井金閣先生が西日暮里でね、講談を、まあ、教えているという、まあ、そういう縁もあって、荒川を語る講談会っていうのを三人ホールでやるようになったわけなんですけどね。まあ、そういうような活動を今やってきて、それだけじゃもったいないっていうんで、子どもたちに講談をね、直接教えようってことになって、荒川子ども講談教室っていうのを作ったわけなんです。1年前から子ども講談教室で学ぶ水木さん。講談には小学校で行われた出前授業で出会ったそう。今日は月1回のお稽古の日だ。今日久しぶりに来まして、前なんか一番最初の、まあ、教室だけの発表会みたいなところで一回聞いたんですけど、まあ、当時と比べるとやっぱりだいぶ上達したなという感じがしました。地域活動の一つとしてこういう講談教室なんか行われているんですけれども、そのことについて何か思うこととかってございますでしょうか。やっぱ自分の子供の頃は、まあ、地元もここではないんですけれども、あんまりそういう地元で活動されていらっしゃる伝統文化の関係の方が、まあ、来ていただくような授業とかはあんまりなかったので、まあ、今はそういう触れるチャンスがあるんだなっていうのは、ありがたいことだなと思いました。太田道館が生まれます。大人でも習得が難しい伝統芸能を、小田さんはどのように教えているのだろう。教室の子どもたちを前に講談の醍醐味を語る。講談はやっぱり人に聞かせてるわけだからさ、自分で読んでいる姿を見せるんじゃなくて、こういうことがありましたっていうことを聞いてくださってるお客さんに教えてあげてるわけなんだからさ、そうすると自分はこんなに早く読めますよっていう姿を見せるんじゃなくて、お客さんにやっぱり太田道館がね、生まれましたのは室町時代というのは戦がたくさんあったんですよっていうような、まあゆっくりとね、じっくりと、まあ、聞いてくださいよみたいなね。難しいなって思ったところとかってありますか。今やってて楽しい、今やっている太田道館のお話の中でスピードが速くなっちゃったりするから、うんうん、怒るところとかがあるからその後スピード速くなっちゃうところが難しい。ああ、それうちの部分のことじゃん。だってあるよ。道館は生まれ、さすがの当初の待機で馬を引く安本どこぞに雨宿りだ。そうだね、
ね。だから講談のね、やるやらないは別にしてもね、要は聞きに行ったりとか、あるいは講談の本を読んだりとか、そういうのを含めて講談に関心を持つ人がたくさん出ればね、嬉しいなと。だから僕らの活動がそれの手助けをすることができるならばね、いろんなことをやってみたいなと思います。子ども講談教室はボグふれあい館で月1回行っています。開催日、参加方法などは荒川コミュニティカレッジ事務局までお問い合わせください。